DS PDS はい、すみません、今日とね100円レシピ PDS クッキーやったぜ。今日ね、何を作るかというとね、100円で作れる一品をね、作っていきたいと思います。で、小さい頃はね、親がね、家にいなかったんで、まあ自分でよくね、安い料理、まあ米とね、マヨネーズとなんかろくでもないものをね、作って食ってたんですが、今回はね、卵を使ったね、絶品料理をね、作っていきたいと思います。金家族のね、のりこも、もう50円のね、卵を見つけて、もうね、卵は最強なんですよ。で、今回使うメイン材料はこちら。成田もやし。30円です、こちら。新キャベツ。50円です。サービスだったんで安かったですけど。はい、もうこれだけででも80円なんですけど、あと卵です。こちら卵ね、お一人様だけね、80円で売られてました。で、M サイズなんですけど、待って、計算。16円だ、2個で。96円だ、すべてで。これでも最強料理作れるんじゃないですか。もうね、今、お昼ご飯食ってないんでね、腹ペコペコリンリンなんすよ。はい、ではね、キャベツ切っていきます。これ全部使うか迷っちゃうんすけど、どうしまん、まんぴ？いやーね、でもまあ、しなしななるんで、まあ、全部使ってもいいっすかね。まあ、千切りで、もう全部使っちゃいましょう、もったいないんで。あ、もっと細かくてもよかったかもしれないしね。ちょっと待ってよ、これ結構多いぞ。もう多すぎるんで別々でチンしますか。塩チン。もやしもね、チンします。5分ぐらいやった方がいいかもしれないですね。はい、 M サイズの卵割ります。うら、これさ、なんかもうほんとイライラするんでね。これ磁石にしてほしいよね。いやでも磁石じゃ無理か。混ぜてミックス。油を敷きます。卵も結構デカめにしないとまずいっすね。キャベツともやし入れます。いきます。ほら、あーやばい、ちょっと大変だ。これは大変だ。助けてー。でこれでまあ焼き目ができたらひっくり返します。いけ、ほっ、ひっくり返します。さあ、できてるか。ポン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 。やばいぞ、これ。ちょっと油が。なんであの油、全然、役に立ってねえじゃんか。くっそー。なんて食った。出来上がりです。すいません、僕に、ちょっとください。卵2個、あれば、くじれる。ありがとうございます。ちょっとね、ふわとろにしたいんで、ぐちゃぐちゃにしますか。うい、ふわとろ。こんな感じで。これちょっと小さすぎるような気がするな。ちょっと、あの大きさだとね、結構大きくしないと、まずいっすね。よし、あとは余熱で剥がれます。ではね、卵をかぶせます。おら、おー、うまくいったー。あっけよ、あっけよ、あっけよ。ちびまるちゃんです、あっけよ。で、マヨネーズ。あ、やべ、あー、なあ、ああ、もうやめてよー。ああ、なんてこった。青のり最強ですからね。こんな感じかな。はい、なんとか完成しました。結局で卵ね、3つ使っちゃいました。だから、120円ですね。申し訳ないです。はい、ではいただきましょう。結局ね、調味料でね、どうにかなんすよ、味は。もう量が多いっすよね。いただきます。うん、うまい。やっぱ卵最強っすね。で、中にも失敗した卵入ってんでね。もうなんかチャーハンみたいですね。これ居酒屋でね、出されたら1000円はいきますよ。ほんと。マジで居酒屋ぼったくりなんで。僕、飲みとか飲み会とか全然行かないんですが、社会人になるとさ、まあ、付き合いで行く人多いと思うんすよ。で、僕もま、何回かは行ったことあるんですが、あれぼったくじゃね？って思うんすよね、僕は。毎回毎回。最低でも3000は行くじゃないですか。その、みんなで分けたら。3000だったら、フルコース食えますよ。で、酒飲んだ後って、やっぱ、次の日、なんか飲まなきゃよかったっていう後悔が僕はあるんですよね。で、僕がお酒飲むときは、本当に喋れないときとか、話すためのツールでしかないんですよね、僕は。だからお酒が美味しくて飲もうってはなんない。二次会とかもあるじゃないですか。それでもさ、すごい、ぼったくりじゃないですか、2000円とか3000円。って考えると、この120円安いですよね。僕、すごい小食なんで、ちょっと小分けにして食っていいですか？大食いファイターじゃないんで。はい、でもね、すごいね、ボリューミーなね、オムキャベツもやし100円でした。ぜひみんなもね、
お金ない時とかね、節約してる時に作ってみてはいかがでしょうか。普通に美味しいです。マヨネーズとお好み焼き最強です。ではです、ありがとうございます。 PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。